皆さん、ごきげんよう。ずるいことは許さない、東京都議会議員のお姉こと上田玲子です。若者受け、渋谷の予約なしワクチン、小池知事鳴り物入りで8月27日に行われましたが、ご存知のような大失敗となったわけでございます。この若者向けのワクチン接種事業はですね、去る8月17日に都議会臨時会が催されました。その時知事の発言、だいたい所信表明を本会議ではやるんですが、臨時会ということで知事がですね発言をされたということで、この時にですね、今月渋谷駅付近に事前予約なしで接種可能な若年層専用の会場を開設するとともに、今後アプリ等を活用したキャンペーンも展開してまいりますと、小鼻を膨らましてドヤ顔で発表したところで、地目が集まったところでございます。しかしながら8月の27日蓋を開けてみましたら、午前ももう1時から、若者たちは並び、殺到をしまして、4時間前の7時半に受付を終了。当初200人分しか用意してないのは300人分用意したものの、もう当然そんなのは焼け石に水ということで間に合わなかった。で、さらにですね、8月の28日にとなれば、抽選でお配りしますと言ったら、とにかく1000メートルにわたります長蛇の列。それもですね、抽選をわざわざ来て密ですよ。さらにちょうどこの8月27、28日は熱中症警戒アラートも発令されるような猛暑の中、若者たちを並ばせてしまったという大失態に終わったわけでございます。しかしこの小池知事、この件に関してはですね、記者会見インタビューでですね、密でしたね、工夫してほしいですね、現場でワクチンを打ちたいという若い方々たくさんいらっしゃるわけですから、渋谷のみならず大規模接種会場に予約システムがございますので、それらを有効に活用していただければと、若者の皆様への心からの陳謝申し上げないという気持ちを表明もしないどころか、混乱させた現場の責任にしているということで、自分ご自身の東京都知事としてのこうした失態について、失政については何も論及をされなかったということが、私が見てて、さもありなんという形だったと思います。予約なしで即打てるということで言ってるわけですから、まず200か300で見込んですぐになくなってしまって、もう並んでた人打てなかった、さらに抽選で並んで外れた人どうするんだと、若者たちのお怒りは思っても、すべて今まではコロナの蔓延は若者のせい、飲食店のせいにしてきたわけですけれども、ワクチンが打てない状況では誰のせいでしょうかね。はい、小池都政のせいだとズバリ言わせていただきたいと思います。この、小池知事本人としてもですね、後手後手に全てが回って、自宅療養者の尊い命、40歳のお母さんが自宅で亡くなられてしまった、こういった悲劇も起こっているわけでございます。そこで大体、旗色も悪くなってきたんでしょうね。昨年、こちらなんですけれども、改めまして、出させてもらいます。令和2年度に小池都政で使った広告費11億9000万円、約12億円ですね。一番お使いになっているのが博報堂電通というふうなことになっております。で、これを支払うことによってですね、テレビ会社は大スポンサーですから12億も払ってくれるんですね。ですので、なんとなく小池批判もしづらいだろう、そしてご自身の露出も出るということに、非常にメリットが小池知事にあった。で、しかもこれ人の金、都民のお金ですからね、自分の財布も傷まない。ここに、嗅ぎつけた、お姉、上田玲子が、もうこの広告費異常ですよと、言って、散々ですね、指摘をさせていただきまして、この12億円につきましてですね、都議会内外でも大きな話題になりまして、4月からこの一切広告 CM 出てますよね。やりましたよ。お姉と皆さんでね。こちらコマーシャルが打てなくなってきましてですね、徐々にテレビでもですね、率直に今回の特にワクチン行列の問題、炎天下、若者たちの怒りもごもっともということで、各種テレビ報道でもね、小池都政批判がちらほらと出るようになってまいりました。それでなくても医療的危機的な状態になっておりまして、小池都政の批判が山の中、昨年1年間はコマーシャルバンバン打って形勢が不利でも有利子頑張ってるみたいに、ミスリードができてね、美味しかったなというふうに思ったんでしょう。またこの若者促進キャンペーンということで10億円、アプリに2億5000万、そして広告が7.5千万、これですよ。12億円1年で使ってけしからんと思ったら、今度1回の事業で10億バーッ使おうとしているということであります。このですね、ワクチン接種促進キャンペーン、
10億円の無意味さは、いち早くお姉は気がつきまして、予算の発表になったところでですね、私は議会でも指摘をさせていただくんですけれども、12億円の妥当性についてこれまでですね、散々こちらについては聞いても、知事は全部答弁を拒否してきました。さらに7億5000万使うのであるのか、こういったことについて、8月の15日の現代ではですね、知事が頻繁に登場する広告費に費やした12億円の妥当性について議会で質問しましたが、小池知事はごまかすだけで答えませんでした。昨年度の検証がされていないのにまた同じことを繰り返すことは許されません。そもそも都がこれまで作成した広報動画は一つたりともバズってない。実績がないのに若年層に届く動画や広告を作れるとは思えませんとコメントをしていたわけでございます。下の方にね、記事のリンク貼っておきますので、そちらもご覧ください。その後、8月19日に開かれた臨時会の質疑で、このバッカバカしい10億円について、唯一お姉がズバッと切り込みましたので、まずちょっとご覧ください、その部分。新型コロナデルタ株の危険性は以前から指摘されてきましたが、五輪都議選直前に知事は長期静養に入り、先手の医療対策を講じませんでした。その結果、医療非常事態となり、都民を医療難民化させたことは、小池都政最大の失策であり、もはや人災と都民の声を受け、質疑いたします。若年層ワクチン推進事業10億ですが、これまで投じた知事が頻繁に登場する12億円の広告費の是非を知事ご本人に求めてきましたが、一切お答えになりません。今、災害級の危機に瀕しているということは、広告はまん延防止に寄与しなかったことの証左です。アプリに 2.5 億円、PR7.5 億円も投資するのは、天下の愚策、リターンと言わざるを得ません。まず、これまでの知事 CM、動画数と平均再生数、費用対効果、次によもや広告代理店に発注し、知事が CM 等に出演することはないか知事に伺います。私は知事に伺いますと聞いているんですね。先ほど申し上げたましたようにね、2度味しめちゃったから、1回美味しかったから、人のお金12億円でですね、ゆり子頑張ってる感を出し、菅さんとね、また安倍さんもいました。そうじゃ、もう差をつけるためにバンバン使ってたわけでございますよ。あ、安倍だね、安倍がとか菅がとかね、テレビでは批判しても、小池さんだけはなぜか批判は全くなかった。あの素晴らしい日をもう一度みたいな形でですね、またやらかすんじゃないか。知事、あとコマーシャル出ませんよねっていうことを、私はズバリ尋ねたわけでございます。さあ、どうだったでしょうか。財源のご質問は関係局長からの答弁です。新型コロナウイルス感染症に関する広報についてでございますが、都は感染防止対策に都民の協力を得るため、知事が都の取り組み等を伝える動画や CM を多様なメディアで展開いたしました。最新の情報や感染防止対策を SNS で呼びかける動画など約330本を制作し、平均の再生回数は約4万4000回でございます。またテレビ CM は21本制作いたしました。都民3000人を対象としたアンケートでは、多くの方が都の広報に共感し行動したと回答するなど、大きな効果があったと考えてございます。ワクチン接種促進キャンペーン事業についてでございますが、事業実施にあたりましては、取り組みの実効性や効果検証の方法なども含め、最も優れた提案を行った事業者を委託した人を選定として選定いたします。若い世代の方々がワクチンの有効性や安全性に関する正しい知識を身につけ、接種を前向きに考えられるよう、SNS 広告など若年層に訴求力のあるさまざまなメディアを組み合わせた広報活動を想定しております。案の定知事は答えませんでした。生活文化局長と福祉保健局長がもそもそと答えてましたよね。で、そもそもね、なんかよくね、生活文化局はですね、私のあの CM 動画とか環境あったのか効果があったのかって言ったってですよ、毎回毎回ね、都民に、のアンケートでよかったって言うんですけど、3000人対象者のうち回答してるのは1500人なんですね。1300分の1500ですよ。非常にこれ、サンプルとしては低すぎるわけですよね。で、しかもですね、4万4000回平均再生数ですよ。これ、お値段って下手するとそんぐらいポコっていっちゃいますけど、これ税金投入してないんですよ。税金投入して、すごくしょぼくないですか。当然、バズったものは1個もありませんね。で、またしてもこの7億5000万が、最も優れた提案を行った事業者を委託先、こちらは知事お気に入りの、しかもあのね、免停無免許、当て逃げ、今議会休んでいるね、木下都議も、
こちらでしたからね、ここをまた取るんじゃないかということを、まあ、懸念しているわけでございます。で、私もよもや渋谷のワクチン会場の方が、こんなにもう見事にもう悲しいほどに大失敗に終わると予想したわけではないんですけれども、もう、東京都はですね、まあ、下にもリンク貼っておきますけど、大規模接種会場をいくつか設けてやってるんです。ですけどね、これ、かなり対象を絞ってるんですね。私はもういち早く、もう全部の都民を対象にして、若者も向けて、最近若者入りましたけれども、開放すべきだってことを、別にこれ私がこうすればいいでこそ思うっていうのではなくて、医療者や看護者、そこでまあ本当に打ち手と言われる、お医者様たちとか、数々の皆さんが応援に行ったけどガラガラでもったいない、もっと地元の人にそこを接種会場してる、なんで区にやらせないのかとか、そういったお声が届いたんですね。そもそも江戸川区はどの会場も遠くてですね、その分ワクチンくださいよと、うちでやりますよと、新宿区長もおたけんでましたけれどもね、そういったことの質問を、したんですけれども、どんな答弁だったかぜひご覧ください。若年層のためにもガラガラの都庁ワクチン接種センターほか、都の集団接種会場をすべての都民に向け可及的速やかに開放すべきです。実施するかどうかお答えください。都の大規模接種会場においては、広域自治体のとしての観点から、都民の安全安心を守る方や、東京の都市活動を支える方について、年齢、住民を問わずワクチン接種を実施しております。今後とも住民接種を進める区市町村と連携しながら、希望するすべての都民に接種できるように取り組んでまいります。東京都のやった感じ業は手放しません。我々がやります。というような要約なんですね。で、これね、今後も住民接種を求める区市町村と連携しながら、希望するすべての都民に接種できるように取り組んでまいりますとですね、副職員局長答えてますけれども、要はなんか東京都上目で、自分たちがやってる感出すためにやりますよと。で、今度また築地を会場にして、今後またね、その点質問しましたけれども、三卒接種になるとかなんとか言ってますけれども、そんなことよりも、やっぱり、居住館にその東京都が持っている場所っていくらでも東京都有地ってあるわけですし、区市にお願いしたらいいんです。でも東京都もお手柄にしたい、それが本当に透けて見えて、でどんどん失敗していくということ、失敗するということはそれだけ被害を受けるのは、こちら税金とかはね、小池さんのポケットマネーじゃないですから、全部都民なんです。今、自宅療養している人たち、そしてワクチン接種できなくて不安でいっぱいの若者、若年層たち、まだ50代だって打ててない方々、たくさんいます。こういった人たちのために、いち早くワクチンを接種するために、区市町村にどんどんお願いをしていく、10億円も食ったらないワクチンキャンペーン、PR なんかに使わないでですね、ぜひ今からでも遅くないんだからやめていただきたいというふうに思っております。この愚かな10億円の使い道は、逐次報告させていただきたいと思います。また、ぜひ今、ワクチン会場について、若年の向けのワクチン会場って非常に東京都にクレームを言ってると思いますが、それもじわじわと小池都政が反省していただいて、改心していただく力になると思いますので、知事CMはもうやめてほしいということもね、ついでに伝えていただきたいと思います。そんなものを作るよりも、若年層たちに、10億円もあればですね、もうちょっと困窮した人たちの対策使えるんですよ。パッと予算をね、すぐに簡単に出していきますけれども、私、上田玲子は、この補正予算について、この10億円が入った補正予算については、無駄なことをもう二度とやめてほしい、都民の命のために使ってほしいという思いを込めて反対をいたしました。この補正予算、総額でまるっとね、他にも、医療者へのね、また時短協力金や医療現場へのですね、追加支援のですね、項目も入っているんですけれども、私はまずそういった10億円だってやろうと思えばいろんなことができます。そういった思いを込めて、お姉ともう一会派ぐらいしかこれについては反対をしませんでした。引き続き、東京都庁の東京都議会の一寸法師、小池都政、小池知事の高い高いハイヒールをですね、磨く人、踏まれる人、それから舐める人の中で、私は小池都政の唯一の小池知事のハイヒールの中の画鋲議員といたしまして、10億円の愚かな無駄遣いにつきまして、徹底的に情報発信をしてまいりたいと思います。同じく臨時会で私は、木下都議をどうして選び、どう抜擢したのか、また今回の、事故についての、
知事の責任はどうかについても切り込んでおります。こちらについて次回触れさせていただきたいと思います。ぜひお楽しみにしてください。それではまたお目文字しましょう。ごきげんよう。